皆さんこんにちは。インターンシップ生の糸井です。2回目となる今回は埼玉県の観光スポットについてお話ししようと思います。まず1つ目は川越市について紹介します。世に小京都は数あれど小江戸は川越ばかりなりと歌われ、川越市にはレトロで歴史を感じられる空間がたくさんあります。そんな日本の古き良き和書を紹介いたします。城下町の面影を色濃く残し、小江戸と呼ばれる町並みが特徴です。明治26年に起きた川越大火の翌年に再建された時の鐘が川越市のシンボルとなっており、現在では1日に4回鐘の音を響かせています。川越市にはそんな小江戸の他に御影石の石畳など古き良き大正ロマンの香りが漂う大正ロマン夢通りという川越市連雀町の商店街があります。そこでは毎日の買い物からこだわりの一品や川越観光のお土産などが購入できます。次に2つ目は自然についてご紹介します。埼玉県にはたくさんの自然の絶景スポットが存在します。そんな数ある絶景スポットの中からいくつか紹介いたします。まずは埼玉県秩父市にある磯土のつららについて紹介します。磯土のつららは奥秩父ならではの冬の厳しい環境から作られる冬の絶景です。秩父にはつららがいくつかありますが、天然のつららがあるのはここだけです。また夕方からはライトアップが見られ、とても幻想的な雰囲気が味わえます。次は長瀞について紹介します。長瀞は年間200万人以上の観光客が訪れる埼玉県を代表する人気観光地です。長瀞の観光といえば荒川を下る荒川ライン下りです。国の特別天然記念物に指定された秩父長瀞の岩畳の中をのんびりと、時にはスリリングに変化に富んだ船の旅が楽しめます。船頭さんのガイドを聞きながら、春の場合は桜、秋であれば紅葉など小さなお子様からお年寄りまでどなたでも楽しめます。次回は埼玉の食べ物について紹介したいと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。この動画が気に入ったらチャンネル登録といいねをお願いします。